皆さんこんにちは、アソボ TV ニューヨークのやつみです。このチャンネルではグレイヘアに関する情報やニューヨークでの出来事、そして私39歳アラフォーの美容法や考え方などを発信しています。興味を持っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくね。去年使ってるコスメの紹介をして、紹介した商品がことごとく廃盤だったっていうことがね、続いたんだけど、まあほとんどがコロナ前に買ったものだったので、そうですね、世界が変わったんですね。時間も経ったし、私もね、買いました。一番簡単に気分を変えられる、そして時代に合った顔になれるリップ、久しぶりに買ってみました。去年だったっけな、マックのリップを買ったっていう動画を上げたんだけど、それは試さないで買ったっていう話だったんですけど、今年はちゃんとセフォラに行って実際に商品を試してどの色が合うかっていうのを見てたんですけど、なんか実は12月24日にセフォラに行ったらすっごい混んでたのね。でもその中で、あ、これいいじゃんみたいのはいくつかあって、ちょっと行ってない間に結構内容が変わってたというか、新しいブランドがたくさん入ってて、で、その新しいブランドの中の一つに、あ、これいいのではみたいなのがあったから、それを買おうって思ってたのね。そんで、年末にたまたま行った場所でセフォラがあって、あ、ここにあんじゃんとか思って、入って、まあ、チラチラチラって見てたんだけど、なんかここに引っかかっちゃって、買ったのがこちらです。なぜか2つともディオールで買いました。なんかディオールのリップは長らく買ってなかったかな、うん、長らく買ってなくって、最後に買ったのは20歳ぐらいの時にタイに行ってグロスを買った。今でもあの色覚えてる。すっごくヌーディーなベージュで、結構パールが入ってるようなシアな感じのリップグロス、はい、あれ以来ですね、ディオールのリップは。ちょい、この人めっちゃ記憶抜けてます。初めて使ってるコスメを紹介した時にディオールのチップタイプのマットリップ使ってたよね。廃盤になったけど、あれもいい色でした。それでなんか別にあんまり視野に入れてなかったんだけど、本当はアイリア ILIAアイリアなのかイリアなのかわかんないんだけど、その新しいブランドのやつを買おうかなと。あとはまあブランドのサイトの方でセールをやってたので、まあアルマーニも見てみようかなみたいな感じだったんだけど、その店舗にアルマーニ置いてなくって、それでまあチラッと見てたら、あ、これみたいなのがあって、今回私が探してたのが自分のリップの色をもうちょっと血色良くしたみたいなリップが欲しいって思ったの。私の顔ってあんまり濃い色も似合わないのね。これがね、その童顔の悩みというかね、結構バランスが難しいんですよ赤っぽすぎると子供がメイクしたみたいな顔になってしまうし、ピンクをつければもう綿あめの国から来ましたみたいな感じになっちゃうし、そうするとね、あの私の服の感じと全く合わなくなっちゃうから、あるのよ。ファッションっぽすぎてもダメなの。ちょっとダークな色のリップとか流行ったでしょ、それもダメで、でマットリップがこの数年流行ってたじゃない、過去に。マットはどんなにお金をかけて高いブランドのものを買っても結局なんかシワが、なんつうの、シワが気になる。どんなに潤わせてもこれは私の美じゃないみたいな感じになっちゃって、だからなんであんなにみんなマットリップをつけ続けれるんだろうみたいな。かといってツヤありはしっくりこず、リップ難民でした。だからちょっとマットではなくて、でもツヤがありすぎるわけでもなくて、自分の唇の色をちょっと血色良くした、ちょっと濃くしたみたいなものを探してたんです。最初に見つけたのがこれでね、ルージュディオール434番プロメネードという名前ですね。これだからサテンだからちょっとツヤがありますよっていう感じですよね、マットではなくて。こんな色。こっちのね、これはもうちょっとツヤがあるタイプで、名前はディオールアディクト718番
バンダナバンダナっていう名前です。これもね、全く同じような色なんですよ。見てね、同じやんって思うやん。なんだけど、こっちは口紅っていう感じの質感で、こっちはもうちょっと艶がある口紅とグロスの間みたいな感触なんですね。じゃあ早速一個ずつつけてみましょう。まずこっちのルージュディオール434番プロメネードサテンつけます。リップクリームも塗ったので色が綺麗に出るようにコンシーラーをちょっとだけつけます。色が綺麗に出るようにっていうか、ちょっとこのぼやけてる部分を消す感じ塗りますね。どう？結構これ私の唇の色に近いとか、このパッと見の印象よりはもうちょっと明るいんだよね、塗ると。これをつけると、つけてますっていうきちんと感は出るのに、やりすぎ感が全くないの。伝わるかな、言ってることね。このなんていうの、ただ色が濃くなって血色が良くなったみたいな感覚なのよ。私にとってはこれはもう服を選ばないし、場所とか会う人も選ばないし、自分的にも髪型とか服も選ばない。なんかいつでもつけれるリップっていう感じなんだよね。で、こういうのを多分私はずっと探してたんだと思う。でも自分の要望がよく分かってなかったというか、あと自分のなりたいイメージがもうちょっと別のところにあった、つけたいリップの色のイメージが もうちょっと別のところにあったんだよね。それはそれで良かったんだけど、多分今の自分、なんか39歳になってもっともっと今自分に来てるんだと思う。なんかどこかに向かっていくというよりかは、自分のベースをそのまま生かしたような感じになりたいんだと思うんだよね。なりたいというか、したいというかね。あー、自然、あー、いい色こんな感じですね。なので、私は色ベースの春なので、それ系の人には合うんじゃないかと思いますね。これを今紹介してるけど、結局は自分に合う色をちゃんと自分自身が言って、その場で試して合う色を見つけるっていうのが一番だから、この色がみんなにいいっていうわけではないし、これを見てくれてる人にはちゃんと自分に一番合う色を見つけてほしい、とか自分の粘膜みたいな色っていうのを見つけに行ってほしいなと思います。塗り心地言ってないね。すっごくスムース、あの硬さが全くなくって、塗るとこうスルスルスルと進む感じで、やっぱりね、マットのリップと違って潤いがすごく続く感じかな、つけてる間ね。あのマットのリップ塗った後のこうひび割れてくるような、砂漠になっていくような感じとかも全くなくって、最近のリップっていうのは結構美容液成分っていうの、美容成分が入ってるから、リップクリームを塗ってるような感覚がちょっとあるというかね、うん、もちろん下地でね、リップクリーム塗って潤わせてあげるっていうのは前提だし、それの方がいいとは思うけれども、そのくらい潤いが持続するというか、潤わせてくれる感じがする。さすがディオールですね。じゃあ次いくね。はい、ディオールアディクト718番バンダナいきます。これはね、試し付けした時以来だから、まだ買ってからはつけてないんですね。はみ出た。こんな感じです。さっきのとの違い結構わかるよね。こっちの方がツヤがあんの。グロスほどツヤツヤじゃないんだけど、ツヤが出るんですね。こっちの方がまあ、なんだ。ある意味セクシーなのかな。
こんな微妙な差なんだけど、両方買ってみたんだよね。なんか用途違うかなとか思って。こっちの方がちょっと、もうちょっとブラウンっぽく見える。まあでも時代的にはブラウンだもんね。こっちは、まあ艶があるから、なんかかっこいい系のキリッとした服よりは、ちょっと女性っぽい服の方がなんかイメージ合うかなっていう感じかな。なんか不思議だよね。こっちの方がカジュアルかなっていう感じがするんだけど、ここまで艶があると、じゃあ例えばシャツにジーンズっていうのとも合わないし。だけど、まあ例えばこういうようなセーターとか、V ネックのシンプルなセーターとかだったらこういうのも合うよなとか思って。なんか同じ色なんだけど、やっぱりこの艶の出方で全然イメージとか合わせられる服が違うなと思う。最初につけたルージュディオールのサテンの方が何にでも合うかな。艶がそこまでないから。だからこっちの方がかなり女性らしくなるなと思った。こっちをつけると。なんかあんま小汚い格好にはつけない。小汚いって変だけど、あまりにカジュアルすぎる格好にはつけないかなって。ちょっとどこかに女性らしさがあると、ある時の格好、どこかしらにね、全身じゃなくても、に合わせたいかなと私は思いました。どう思った？こっちもね、塗り心地はこのツヤの分があるから、こっちの方がやっぱり滑りはいいし、こっちももうリップクリームに近いかなって。でもね、色持ちがいいんだよね。だから色がついてるリップクリームみたいな雰囲気かな。なんかつけてる感触としては、あのちょっと硬いリップじゃなくて、昔ならではのとかアメリカのみたいなじゃなくて、もっと現代っぽい感じのリップクリームにこのぐらいの色がついてるみたいな使い心地ですね。そのぐらいあの簡単に塗れるし、いいじゃん。なんかこの髪型にも合ってるね。私の粘膜の色を濃くしただけなのでこっちはちょっとブラウンだけどね。うん、まあいいと思う。ちょっと大人っぽいけど、やりすぎ感もなく、ツヤすぎもなくちょうどいい感じかなと思います。ツヤが気になる人は軽くティッシュで押さえてあげるというかもね、うん、結果両方ともグレーヘアをこういい感じに見せてくれる色ですね。本当にね、このドンピシャな、やりすぎて見えなくて、可愛すぎて見えなくて、あのモードすぎて見えなくてつけてて違和感のない色を見つけるのって結構大変だったんだよね。ていうか、さっきも言ったけど、その願望が分かってなかったっていうのもあったね。今回久しぶりにディオールのリップ買ってみたんだけど、やっぱいいねで、しかも奇跡的にそこのお店、まあ、年末、そのアメリカはさ、11月末からクリスマスまでがもうすごいセールだから、ほとんど在庫がなかったの。だけど、これとこれ一本ずつだけ残ってたんだよ。ね、なかったらちょっと、まあ、やめとけってことなのかなと思うんだけど、一本ずつ残ってたから、これは連れて帰れってことだよなと思って買いました。アメリカで42ドルだったから、日本だっていくらくらいなんだろうね。ちょっと高いのかな。でもこの、まあ、粘膜の色って考えたらいつでも使えるし、まあ高くてもいいかなって。これが例えば真っ赤なやつを買いましょうって言ったら、ちょっと使おうかなみたいな感じにはなるけど、まあ日常に使えるような色なので、これでいいかなって。あとやっぱ、ほんと考え方だけど、これをつけてるっていうことが気分がいいっていうのもあると思うしね。ハイブランドってやっぱり質がいいよ。まあ、30ドル以下のリップよりも、やっぱり40ドル前後のリップは、つけ心地が全然違うというか、例えばアイシャドウだったら、パールの粒子が全然違うとかと一緒で、リップもそこは違うんだよね。つけ心地が全然。とか、なんか見た感じの上品感とか、もちろんなんかブランドのイメージがあるから、上品にっていうのもあるのかもしれないけど、多分なんか粒が違うというかね。なんかそんな感じ。解像度が違うような、リップもそんな風に感じました。感じます。そうですね、これすごく良かったから、まあ、特にこっちかな。この子たちはね、
今ディオールに行ったら買えるようなものですので廃盤ですって言われませんので気になった人がいたらあの試しに行ってみてください。私の唇の色っていうと唇の色がその色素沈着しちゃってる人とかもいると思うから、色素沈着してない人は唇の色が綺麗になったみたいな色が欲しいんですけどって言ったらいいと思うし、ちょっと唇がもう色素沈着してたりなんか色が変わっちゃってるっていう人はこの粘膜のって言ってこの辺を見せればいいんじゃないかなそしたら、ああ、そうですねって言ってやってくれると思います。ということで、今回は2023年私が愛用していくであろうリップを紹介しました。年に1回こういうことをしたいと思います。気になった人はディオールに見に行ってみてください。それじゃあ、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。